everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。6月28日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日ね名古屋もねもうめちゃくちゃ暑くてね、王子ちょっと軽作業しましたけども、もう汗がね滝のように流れてね、さすがにですねスタジオに入る前にシャワーをしました。滑り王子マスクマンでございます。はい、もう最近職場はねクーラーがなくて、スポットクーラーしかないんですよ。全体的なクーラーはないので、職場今日は34度でした。あらま暑い。で1日2リットルはお水を飲んでる。味噌煮込みスキーと、ですねこの暑さなのかどうか分かりませんけど、私右足の親指の付け根が昨日からなんですけどね、昨日の朝から激痛が走りまして、俗に言う痛々病なんですけども、いいものを食べ過ぎ、はい、痛々病じゃないかなと思います。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは長い。今週のテーマは長いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。 FMJG 代表の宮平俊一さんとなります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャーの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介します。はい、お願いいたします。先週のですね、手作りで来ています。はい、こちらはですね、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。今から15年前にゲストハウスで1年近く住んでいた時のことですが、当時は手作り料理を芸術作品と称し、馴染みの住民たちから好評を受け調子に乗った私は、ある日アサリ入りのシーフードスパゲッティを作り、新規のお客様におもてなしをして、みんなでシーフードスパゲッティを食べたところ、あまりにも塩辛くて食えないと言われ、住人の一人がアサリ塩抜きしたのと私に聞いたので、私は塩抜きすることを全く知らなかったと話し、結局アサリ入りのシーフードスパゲッティは酷評を受けてやらかしたということがありました。お三方は手作り料理をおもてなしをしたこと時にやらかした料理ってありますか、ということでございます。アサリって、うん、塩抜きというより砂抜きですよね。そうですね、うん、で砂をはかしてあげないと結構、ジャリジャリ、そうジャリジャリしちゃう、おもてなしをするというか、おもてなしをされることが私は多いもんですからね。そうなんだ。作ったことはございません。いいね、でもおもてなしされる側なんだ。
ていうか、まあ、普通の、なんていうの、夕食は普通にこう出てくるっていう感じですね。出てくる。それ、おもてなしなの？そりゃそうでございますよ。そうじゃなければね、まあ、放置プレイをね、よくやっている王子でございますのでね、うん、どこからもそういう、ね、おもてなしをされないっていうことが多いもんですから、うんうん、おとなしくしてね、いただいておりますけども。うんうん、よかったね。料理はちゃんと出てくるんだね。そうなんですよ。ただ作るとなると、うん、インスタントラーメンあるじゃないですか。はい。それにこう、いろいろこう、手を加えるってことはしますけども、はい。それをね、おもてなしするってことはね、ありませんので。で、こう。そういえば、私、王子がご飯作るとかって聞いたことないんだけど。ないですね。まあ、いつも執事さんにやってもらうからいいのかな。そうでございます。一度もないですか？いや、でもね。はい。でもやっぱり簡単なものっていうと、はい、このこう、うん、レトルト的なものばっかりになりますので、それは料理じゃないでしょ、ね、じゃあどうするの、うん、なんか例えばそれは違いますもんね、うん、料理ではないですよ ね、うん、一人でなんか何日間もうちょっとご飯がない状態だったらどうするの。いや、そういう寂しい時間を作らないようにしてます、ね、あ、卵焼きとかできないですか。あ、卵焼きはできますよ。できますか。でも中でそれはこう皆様ね、はい、小学校のね、小さい子たちでもねできそうな感じなんですけど、うん、大人になってできるっていう料理はね、うん、なかなかないですね。ちゃんと今だとね YouTube 見ながらとかね、うん、多分あるもんね、いろいろありますね。試みればできるんじゃないかなと思ってますけども、うんうんうん、やったことはないですね。ないですか。俺ダンサーズはありますよ。あら、料理はできますよ。あら、やらないだけですから。あら、違うね、あのね、はい、やるんですけど、はい、片付けないんですよ。あ、もうなんか何が起こったんだろうっていう状態になってますよ、台所が。まあ大体そういう方多いですね。いや、片付けまでして料理でしょ。あら。はい、ということで、はい、じゃあメールいきますね。はい。はい、キユナゴヤネーム、沖縄大好きさんです。ありがとうございます。キユナゴヤの皆さん、こんばんワンワン。ワン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 。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、手作り先週いただいてます。最近うちの母がケーキを手作りすることがあり、ティラミスなどのケーキを YouTube の動画を参考に作っていますよ。これがまた美味しいのです。僕の方はというと、僕もたまに料理をするのですが、チャンプルーにしたりチャーハンにしてみたり自分でアレンジしてますよ、ということです。おう、うん、聞いた文字。うん。うんだって。うんってなんです。何かリアクションはないんですか。リアクションはないの。リアクションね。あまり甘い系っていうのはね、はい。いつもいい。いや、甘い系じゃなくて、うん、沖縄大好きさんは、うん、チャンプルーとかチャーハンとかって言ってる、うん。ああ、そういうことね。うん。ああ、そういうことねって何。なんか反応薄い。じゃあ、たまにね、うん、ふっと抜ける場合があるんだよね。ですか、それは。ごめんね。はい、はい、ありがとうございます。メールもう1ついきますね。はい、ふむむんしいちさんです。ありがとうございます。手作り、ここ数年伝統工芸品にハマっています。焼き物、ガラス、布、革製品、家具などなど、人の手が入っている感じや他にない希少性が良いです。少々値は張りますが、長い目で見るとこっちがお得かも、おすすめですよ、ということです。おう、うん、いや、しんいちさんね、結構やちむんとかね、うん、すごい器もすごいいろいろ持ってらして、ああ、そうですね、料理の盛り付けた写真があるんですけど、うん、すごい、もうやっぱり器もいいので、もう目で見てても楽しめる、うん、こう器もこう焼いていらっしゃるとか、そういうご自分でやることもあるんですかね。多分その、うん、有名な方の器を集めたりとかして、うんうんうん、そのそういう伝統工芸品を収集なさってる、うんうん、はい、うん、そうだね、わかります。わかります。わかります。本当にわかってる。わかってますよ。またこれはまた後ほどのお話で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、こちらも手作りで来ています。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。梅雨明けした沖縄県だな、はい、アレックスです。ありがとうございます。最近妹が手作りのケーキやクッキーなどにハマり、昨日はレアチーズケーキをチーズをヨーグルトにして作ってました。タルト生地にするかスポンジにするか迷っていたので、2日に分けてタルト、スポンジと2回作りました。でも妹は作るだけで食べないんですよね。
たまに残飯になったり、畑に埋めています。畑に埋めちゃう。デジもったいない。デジもったいないって言ってる。うん。うん、あら、まあ、まあ、お作りになるのがお好きなんだね。あ、そこ作るのが好きで食べないんだ。まあ、そういった場合は、あの、王子のところにね、名古屋まで送っていただければね。はい。うん、そういう時はあのお食べしますのでね。送るのが大変でしょうね。そうだよね。うん、あ、今ね、はい、ちょっと思い出しました。はい、あの今この時期ってよくこう食べ物が傷むじゃないですか。ね、ちょっと、うん、時間を置いたりとかね、すると。この時期ね。うん、で昨日ですね、ちょっとこう、まあ残り物というよりか、朝作ったゴーヤチャンプルがあったんですね。うん、で、それを、ちょっといいですよ。まあ、話長い？CM ですね。あ、CM ですか。CM ですね。じゃあまた後ほど。はい。はい、CM の後は、しんちさん登場です。はい。宮城しんちさん登場です。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし、歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010、 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、今日の電話ゲストさんは、FMJG の代表でございます宮平真一さんです。こんばんは。あれ、しんちさん、あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、はい、はい、こんばんは、ダサズでございます。こんばんは。はいはい、いつもお世話になってます。お世話になっております。まずはい、自己紹介の方お願いしてもよかったですか。はい、番組では、フルムーンしんいちの、ラジオネームで、参加させてもらってますけれども、
FMJG、アートワークウェブサイト。まあ、自分がこれまでやってきたデザインをですね、サイト上で、アップしながら、まあ、商品とかそういうものを、どんどん作っていけたらなということで、今試行錯誤中です。はい。最近インスタグラムも、もともと、やってたんですけれども、なかなか更新できなくて、最近からちょっと立て続けにアップして、ホームページとの、まあ、関連性を持たせながら、どんどんまた更新していけたらなと思ってます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい、急流れのスポンサーさんでもあります、FMJG さんなんですけども、今の、サイトの方を拝見させていただいてるんですが、はい、はい、はい。まず、このサイトの方で、この門、これ前庭っていうんですか、はいはいはい、イントロダクションイントロダクションとかですね、まあ、はい、今まだ、ホームページを作って、このホームページが美術館っていうか、ホームページ自体を美術館に見立てて、まあ、勝手にこう妄想美術館構想っていうのを作ってるんですけど、はい、あまりにも構想が大きすぎて、なかなか更新が進んでない状態なんですよね。はい。はい。そういう形で今やってるわけですけれども。はい。どちらかというと今、インスタグラムの方に。はい。自分のこう、今までやってきたちょこっとした、イラストとか動画とかそういうのをアップしてるんで。はい。まずはそっちの方を見ていただいて。はい。で、徐々にこう、ホームページの方も、充実させていけたらなというふうに思ってます。はい。はい。今ですね、インスタグラムの方も今見ているんですけども、はい、はい。そうですね。ザ、セカンド、15。はい、はい。はい、30とかありますけども、これ何か、はい、動画になってるんですか？そうですね。はい、秒時計で、はい。ザ、セカンド15の場合は、はい、15秒ずつ、はい。ジフ動画で、動くように、アナログ時計がですね、15秒刻みで、はい、こう、針が動くように設定してるんですけれども、まあそういう、はい、あんまり実用性はないかもしれないんですけども、ちょっと思いついたものをどんどんこう、うん、形にしてるっていう、まあどちらかというと グラフィックデザインですよね。平面的なデザインを中心に、はい、作ってます。はい。はい、こちらの方は、何かこのフォントとかこういった文字の方を販売などされていらっしゃるんですか？ですね、フォントはまだ、試作段階のものがあって、はい、それは多分、販売のレベルまではちょっといかないんで、はい、ちょっと配布はしたいなと思ってるんですよね、このカクカクした文字。はい、実際に今、私の方でも使ってるんですけれども、はい、意外と T シャツとかそういうのには、うん、流用できるんじゃないかなというふうに思ってますけど、はい。はい。そうなんですね。で、まあ、一応、この、まあ、もうこういったデザインのこともですね、ちょっとですね、うん、詳しいものが今、隣の隣にいますので、変わります。あ、はい。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 いや、全然詳しくはないです。味噌煮込み好きです。ご無沙汰しております。はい、いつもありがとうございます。いつも番組に、はい、メールの参加もありがとうございます。あ、いえいえ、はい。楽しく聞かせてもらってます。はい。ありがとうございます。で、今ちょっとホームページと、あとインスタグラムもちょっとやられてるということで、ね、どんどんこういった形でなんか紹介できてて、今、ツイキャスですわね、ツイキャスで、葛飾の陳さんがそのリンク先も貼ってくださってるので、はい、またちょっと皆さん見ていただければと思いますけど。ああ、ありがとうございます。はい。陳さんありがとうございます。はい。あれですね、なかなかやはりすごいデザインというと、ね、なかなか普段はちょっと、こう、触れる機会っていうのがないんですけど、やっぱりいろいろ街にあるデザインとか、ね、やっぱりそういったものに囲まれて、うん、いるんだなっていうのに気づくんですけど、最近ちょっと手掛けていらっしゃるお仕事っていうのは何でしょうか？イベントで一度販売もしたんですけど、はい、
レターモザイクポスターっていう、うん、あの、モザイク状に、あの、格子状にこう、線を引いた、はい、あの、まあ、ポスターを作って、で、それを実際にこう、塗り絵をすることによって、あの、文字が浮き上がってくるっていう仕掛けをちょっと作ってるんですけれども。あ、実際に販売されたんですよね。はい、イベントで一度、プロトタイプを作って、まあ、お試し価格っていう形で、販売したんですけれども、はい、まあ、その後でもう少しこうした方がいいなっていうのも、やっぱり個人的にいろいろあったりするんで、まあ、その辺を、ちょっと作り直しながら、うん、まあ、できれば、今年の秋ぐらいには、改めて、正規品を、販売するっていう形まで持っていきたいなと思ってます。そうですね。ぜひ、はい、こう、番組にもちょっといろいろ、ね、ご協力いただいて、またね、このホームページもありますので、なんか、販売できたら、この全国の聞いてくださってる方にね、そうですね。届けられたらと思いますけれども。はい。そうですね。はい。あ、なんか、はい、すいません、隣でちょっと話したそうにしてるので。うずうずしてますので。はい。お久しぶりでございます、しんさん。はい、ご無沙汰してます、王子。はい。王子でございます。もうですね、はい、やっぱりこういうね、いろんなものをお作りにね、なられる方にですね、いつもちょっとオファーをかけてるんですけども、まあ、できればこの、ね、滑り王子というね、このイメージでですね、こう、しんさんがこう、こうアウトスティックな感じでね、うん、なんかこう制作していただけると、まあ、その試作品でもいいんですけども、ただ顔だけ見るとね、ヤクミツルさんに思っちゃいますんで、まあそういうことではなくして、はい、まあ声なりとかね、私のトークを聞いてですね、どんなイメージの、滑り王子なのかなっていうのをね、なんか見てみたいなっていう気がしますのでね。おだまり。王子の、はい、キャラをちょっと作ってみたいなと思ってるんで。ありがとうございます。まあ、顔は、いつものこのホームページにあるような顔なんですけど。それに、王子の髪型を、はい。合わせながら、ちょっと、キャラクター作ってみますかね。ありがとうございます。はい。ね、やっぱりこういうね、こう、温かいね、お言葉いただくとね、王子張り切っちゃいますよ。またトークがね、またゲストの方とのね、この新さんとのこのね、トークもね、今日もいいですね。はい、もう素晴らしくね、いいトークが できてますね。そんな自画自賛する。いやいつもそうなんです。もうゲストの方とね、おしゃべりできるとね、とっても嬉しくてね、喜んで、はい、ね、いただいてるのかなと思って、うん、ただまあいつもこんなような感じのねトークですけども、うん、はい、ね、新さんが聞いてね、あらま王子今日も滑ってるんだと思ったらですね、どんどんまたメールいただければですね、うん、滑ってるっていうか、僕は王子の展開めちゃくちゃ好きなんで、ですよね、だからね、いつも楽しく聞いてます。ね、新さんその通りでございますよ。ね、いつもねきっちりかっちりで、ね、滑ったところがございませんので。王子、またこういうの言えるから、みんなが間違えるの。ヤスさんのね、ツッコミも最高だなと思って、はい、いつも楽しく聞いてます。はい、だって、ね、本当横でね、怒られてるような気がするもん。あまりにもリアリティがあって。ヤスさんが近くにいるみたいだよね。いや、逆にドキドキしちゃう。効果ないじゃん。いや。だからね、本当にね、こうやってね、今日もね、ちんさんとね、こう、お話ができてね、こういろんなところにまた、オファーをね、応じかけてしまいますけども、よろしくお願いいたします。うん、だけど、そのうちなんか、王子、あれじゃないですか、この他の方との、こう、コラボの商品とかもね。そうなんだ。できそうな予感がしてるんで、僕、すごく楽しみです。いろんな方にね、オファーかけてまして、ちょっともしかしたら、脈がある方もいらっしゃいますのでね。うん、なんかできたらね、王子に見せてねって。何一つ実現しておりません。はい、うん、今のところですね、100% の確率で全部ボツってますんで。はい。あ、そうですか。うん、じゃあ、僕ができれば第一号になれたらいいですね。そうですね。そうですね。大丈夫ですか？審査の。今後のですね、お仕事に影響出るかもしれないですよ。はい、いやいや、やっぱりちょっとこのイメージをね、はい、そのイメージをこう皆様方にね、はい、映像としてね、見ていただいてですね、
ちょっと、ね、PR できることがね、はい、多いんじゃないかなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、最後にですけども、はい、新さん、ラジオもされてますよね。そうですね、はい。はい、はい。はい、ちょっとラジオのお話もしていただいていいですか。はい、FM 読谷、よくね、番組でも名前が出ると思うんですけども、読谷の、コミュニティ放送局で、日曜日夜9時から、フルムンジョーグレディオショーっていう番組、古い、まあ、ブラックミュージックとか、まあ、なんていうんですかね、洋楽中心に、相方の、いかりさんと一緒に、番組、やってます。はい。こちらの方も、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。では皆様の FM 読谷日曜日夜9時からのフルムーンジョーグ、こちらの方もぜひお聞きいただければと思います。はい。今夜は、FMJG 代表の宮平真一さんでした。今日どうもありがとうございました。いえ、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。時間帯ですね。キユナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。富士山ラボのシュープリームです。王子、滑りナイト2は存分に本領を発揮できましたか？全然、10分の1だっけ。はい、テーマ手作り、最近は忙しくて手作りできていませんが、餃子は手作りに限りますね。市販の餃子は皮が薄くて、何？え？何？あんだけでなく、あんだけでなく皮も手打ちで作ります。あら、すごい。水餃子に塩もんだらもちもちツルツルで何個でも飲めちゃいますね。ということでございます。あ、飲めちゃうんだ。飲めちゃう。あ、いい感じですね。喉に詰まらないようにね。はい、ということで、はい、ということで、はい、エンディングでーす。はい、来週のテーマは香り、香り、香り、香り。来週のテーマは香りです。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃ芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。テーマ全然読めてないんだけど、うん、はい、そうだね、紹介します。はい、はい、閉店ガラ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 。